青系色、北新地方高系色、東新地方赤系色、中心地方緑系色、南新地方中心地方とは、長野県を4分割したうちの中央西部の地域を指す。競技には東ちく、ま、東地区南安住両軍のみを指すこともあり、抗議には、上記4軍の他に、松本と子が、同じ内陸勢機構で、鉄道でも、 中央本線沿線という共通項を持つ諏訪郡を含める場合がある。この場合、代表的な都市から松本、諏訪地方と呼ばれることもある。諏訪地方の記事は、南進地方を参照のこと。中央本線が幹線として東西を横断し、中仙道と仙国街道の合流地に位置する地方である。長野県に属しているが、日本海側である。 北進地方とのつながりは浅い。戦国時代には、小笠原氏西名氏基礎氏などを経て、海の国武田氏の品の信仰により、武田領国化され、江戸時代には、松本藩、尾張藩、幕府直轄領の支配権が拡挙していたが、廃藩地権期の1876年8月20日までは、地区県に属していた。このために、地区県の復活を求める動きや、 同州制論議において、北新地方、東新地方と分離し、東海州への加入を望む声もある。内陸性気候で、それに合わせて、ほとんどの地域は、中央高知式気候であるが、一部地域は、日本海側気候で、豪雪地帯。地理教科書などでは、日本海側、内陸側、太平洋側を対比するときに、内陸側の代表的な都市として、 松本が出されることが多い。気象予報の区分では北アルプス地域が北部、松本地域が中部、基礎地域が南部である。以下は国勢調査の結果に基づいた都市雇用権の変遷である。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。国土交通省が基準として定めている都市圏では以下の市町村が含まれる。朝日新聞社発行の 民力で定義されている都市圏は以下の通り、渚町が岐阜県中津川市都市圏に含まれる。2015年国勢調査によれば、昼夜間人口比が100%を超え、流入超過となっている自治体は松本市、大町市、木祖町となっている。塩尻が潮の道の東海側と北陸側からの合流点で、 下諏訪が中仙道と甲州街道の合流点になっていることからもわかるように、中心地方には中央高地における交通の要衝が集まっている。五街道が再整備された江戸時代までの中心地方の交流圏は、東は山梨県、佐久地方、南は稲地方、西は東農地方、飛騨地方と中央高地の広範囲に及んでいた。現在でも、 山梨県や東農地方との交流は中央本線や中央自動車道などを通して行われている。天竜川流域にあたる山沿南新との交流は飯田線、中央自動車道、国道151号を通じて行われている。中心地方と飛田地方とのつながりを見ると、洋産業が国家的産業であった明治時代には飛田の女性が 諏訪湖沿岸の防石工場に行員として多く出ていた。現在、中心地方と飛騨地方、福井県との間に中部縦貫自動車道を通す構想が練られている。国土交通省の全国感染旅客巡流動調査の生活圏管流動において、松本を出発地とする目的地は以下のようになっている。ただし、同調査では、 同じ都道府県内の生活圏へのデータがないため、それらを除く。タクシーの営業区域中心一帯を舞台にした作品としては、ご当地ソングのあずさ2号やテレビドラマの今、愛に行きますが代表的である。この他にも、あずみのを舞台にしたお日様、松本氏を舞台にした白線流しなどがある。詳しい作品一覧については、長野県を舞台とした。 作品一覧を参照のこと、ありがとうございます。